プローチはテコ、ターンをするためにターンの初動作。さあ皆さんこんにちは、スノーボーダーの青木玲です。さあ本日もやってまいりました、青木玲のスノーボード大学 YouTube でのスノーボードの理論的なお話ですけれども、本日のテーマはターンアプローチはテコっていうテーマでお届けしたいなと思います。ターンアプローチっていう言い方をしたのは、ターン全部がこの動きじゃないからなんですね。ターンをするためにアプローチしに行くターンの初動作はテコ、テコの原理、テコを使うとすごくやりやすいんじゃないかな。ターンをするために、鋭いカービングをするために必要な角付けを作るっていうことがとってもやりやすくなるんじゃないかなというのが今回のお話でございます。さあ真ん中のブーツを横から見た絵だと思ってください。足の裏平らなので直角行です。でこっち側つま先側かかとが上がっているので、トーサイド側の角付けできていて、トーサイドターン、こっちが反対のヒールサイドターンっていうふうにブーツの傾きを作ってあげると、それぞれボードの角付けにつながるので、こういったターンというものが生まれてくるかなと思います。ってなった時の自分の体、重さはこのブーツの上に乗っかっているので、自分の重さは上から下にこうやって体重としてはかかってます。じゃあこの状態からヒールサイドターンするためのこの角付けを作りたいから、こうやってブーツを傾けましょうって言われたら、どこを使うと、どこを作用すると、どこに働きかけるとか、どこに働きかけるとこの形が生まれるかなっていうと、ここからこういう力を加えてあげるとこうなりやすいんじゃないかなと思います。ヒールサイドターンって名前ついてますけれども、決してこのかかとを何かする、まあ上に自分の体があるとしたら、かかとを踏もう踏もうっていう力をいくら使ってもこういう形にはならないので、ヒールサイドターンを始める、ヒールサイドターンを始める初動作、アプローチって考えていったら、まずは板立てるためにテコの原理が使えるところを、作用してあげましょう、働きかけてあげましょうねっていうお話です。でこれまとめると、よいしょ、ここ、そしてここ、そしてここっていうふうに3つの点を考えて、ここ力が入る場所なので力点、ここは動かない支点って言われて、ここが実際こうやって動かしたいポイント、作用させたいポイントなので、ここ作用点っていう3つの点をうまく利用してあげると、このテコの原理っていうのが適用できます。そうするとこの作用点を持ち上げたいなっていうアクションは、力点をこちら側に対して働きかけることが、すなわち角付けにつながるっていうことでいいかなと思うんです。なのでターンするためには、まずもちろんターンの中盤とか後半とか、鋭いカービングするんだったら板踏まないとダメでしょうとかっていうのはもちろんあります、ありますけれども、まずターンする時のアプローチの仕方、ターンを始めるための角付けの作り方としては、でこの原理っていうものが結構使いやすいんじゃないかなと思います。じゃあ今度トーサイドで考えると、この辺をこうやってやってあげると、こことここが今度上がるっていう状態が、ここを力点としてあげると、ここが今度支点となって、ここが作用点となるので、こういう3つの点のつなぎ方をすることで、トーサイド側のテコっていうのがまた適用できるかなと思うんですね。でトーサイドで気にしておきたいのが、ここ足首なのでブーツが柔らかかったりするとぐにゃって曲がります。ここが曲がると、こことここの
距離感が変化してしまうので、変化をしちゃうと今度テコが適応できなくなっちゃうんですよね。ちょっとうまくテコの原理を使ってターンアプローチしようって思ったら、あんまりここが変化しない方がいい。足で言ったら足首が曲がらないようにターンしてってあげた方が、自分の重さがすね周りを伝わってちゃんとトーサイドエッジが噛むようにかかと側が上がってくるっていうテコへの働きかけができるかなと思います。なので、ブーツが柔らかいものよりは硬い方がカービングしやすいねとかっていうのは、こういうところももちろん関わってくるかなと思いますので、ぜひまずターンをするための可動付けっていうものをターンアプローチっていうふうにもし考えたら、そこにはまずテコの原理っていうものを適用してあげると、とっても動き出しやすくなりますので、足裏感覚よりもすねふくらはぎ周りのこの感覚を角度に応じてちゃんと使えるようにしておくと、とってもターン指導がさせやすくなると思います。そんなお話で、今日はテコの原理によるターンアプローチ、ターン指導の仕方でした。それではまた、スノーボーダーの青木でした。